こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。関節痛の仕組みのお話です。肘や膝などの関節痛は痛みの部位がぼんやりしていて、患者さんもはっきりここが痛いと指摘できないことが少なくありません。関節痛には捻挫や関節炎のような自発痛、動かした時に痛い運動痛、体の自重で痛みを感じる過重痛などがあります。これらの痛みには関節を包む関節包に直接分布している神経や関節包に密着している靭帯や腱、筋肉の神経が関与しています。さらに関節周囲から関節に入り込む血管にまとわりついている自律神経の枝が発する痛みもあります。これらの痛みを感じる神経は関節包と靭帯に分布している太さの違う4つの神経の型があります。その中で4型は髄鞘のない細い神経繊維で、神外刺激を感受すると痛みの信号を発生させます。切ったり刺したりした刺激には敏感ではなく、ひねりや引っ張りに高感度です。ところで関節面や半月板などの軟骨には痛みは受容器がなく、痛みを感じることはありません。関節症で関節軟骨が変形すると自発痛が起こるのは、関節運動が滑らかでなくなるために敏感な関節包や靭帯に異常なひねりや引っ張りを起こし、取り巻く腱や筋肉も緊張して痛みを起こすからなのです。ですから痛みの部位が動かし方によって移動するため、はっきりここが痛いと言えないのです。このような状態が持続すると関節炎になり、発痛物質のプラジキニンやプロスタグランジンが関与して慢性的な痛みになるのです。では本日のお話はこれで終わります。